ン3格闘技 TV 転生始まりました。テンションメリカです。はい、というわけで本日は菊池雄斗とのスパーリングを振り返ろう。はい、というわけでですね、福地優とコラボがね、動画が、今日ですね、今撮ってる時に上がったんですけども、まあね、もうタコばっかですね。タコ野郎がどうもアンチコメントたくさんつけてやがりまして、ちょっと腹立ったんで、ちょっとこのね、動画で、天水森川は意外と強いんだぞっていうのを、ちょっと見せていこうかなっていう。もう今は見せれないから、今はもうさ、もう引退してんのよ、こっちは。こっちは引退してんのに、あのタコ野郎がよ、ずっとなんかガツ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 攻めてきやがって、もうこれはもう引退してんだっつってんのこんな野郎っていうところなんで、私と福地雄斗選手の、昔のね対戦動画をちょっと見ていただこうかなというところです。なんかねコメントとか見てても、まあもちろんね天水ダサーとかスカッとして最高とかってね、書いてるタコ野郎もいたんですけど、結構ね天水と立ち会ってる時の福地さんがめちゃくちゃ好きとか、めっちゃ見応えありました、天水さんとの組手は毎回面白いとかね、結構いろんないいコメントもついてたりするんで、まあそういう方たちの、期待にねちょっと応えようかなっていう、まあ、もう一回組手しろとか今組手するってのは嫌なんで、まあ昔の動画を見ていただければ組手しなくても済むかなっていうところで、ぜひちょっと見ていただこうと思いますので、では早速ご覧ください、どうぞ。ラスト1分30。あと15。あと5。やめ。はい、1分経過。折り返し。ラスト1分。
30。やめ
はい、というわけで見ていただきました。ありがとうございます。まあね、2017年から2018年のね、スパーリングの様子をね、見ていただきましたけども、結構ね、よりすぐりの天性がより勝っている動画をね、集めましたんで、なかなか良かったと思うんですけど、このね、時代の、天性森川と福中斗選手のね、スパーリングでした。多分、この当時のかなり高レベルな、攻防してると思います。日本でもかなりトップクラスだったと思います。正直自分で言うのもなんですけど、もうこの頃から福中斗選手もバリバリ勝ちまくってたんで、まあその福中斗選手と、戦うためにね、ここの道場に通って稽古させてもらってたんで、まあそういう意味ではね、すごくいい環境でやれてたかなと思っています。で、この当時の、福中斗と天性森川はですね、マジで仲悪かったですね。うん、本当に喋らないし、一緒に遊び行くことも、もうほとんどなかったかな。なんか、誰か一人いれば、仲介してくれる人いれば、まあじゃあ行こっかみたいな感じ。だから一緒にこう二人で何かするとか、二人でだけで喋るとか、一切なかったっすね。それぐらい、まあ自分はすごく意識してたし、まあ向こうはどう思ってたかわかんないですけど、自分はすごく意識してたし、もうとにかく福中斗に勝つっていうことだけを考えて、生きてた感じですね。もうずっと。だからもう、この日、この練習行く日とかってもうマジで本当にドキドキしながら、今回どうしてやろうと思いながら、で、しかも、まあ、やられるかもしれないっていう恐怖心と戦いながら、毎日道場に通って、ね、福中斗と戦うっていうね、日々を過ごしていました。で、やっぱり、こう見ていくと、やっぱりこう、最初の頃はね、自分の方が年が多分、4つぐらいか?ちょっとね、わかんなくなっちゃったんですけど、ちょっと上なんですよ。で、まあ自分が活躍した世代がちょっと先だったんで、まあそういう意味では、まあ最初の頃の方ちょっと優勢な動画多かったと思うんですけど、まあ後半にかけて見ていくと、今振り返ると、うわ、ちょっと押されてんなっていう、1年ぐらいそこらなんですけど、やっぱ福中斗のこう伸び率みたいなところっていうのが、ちょっとね、まざまざと感じられてて、いや、そっかっていう、当時気づかなかったんですよね。うん、なんか徐々にこう福中斗がこう盛り返してきているっていうのがちょっとわかるかなと思うので、そういう意味ではかなり貴重なね動画かなと思います。でね、この福中斗選手ね、まあ当時は自分と同じ階級だったんですよね。軽量級っていう階級だったんで、で一緒にね世界大会とかにも出てたりしてたんですけど、福中斗選手かっこいいのが、もう自分でねその階級っていうのは全部制して、でそっから今度無差別級で世界王者になろうっつって、今、体重をすごくね、筋トレしながら上げながら、世界王者目指してるっていうのがね、めちゃめちゃかっけえなっていう。いや、まあ、あんま褒めたくないんだけど、あのタコ野郎あんま褒めたくないんですけど、空手に関することに関しては、めちゃくちゃ尊敬してるし、めちゃくちゃすげえなと思ってるんで。だけど、やっぱり年齢もね、だいぶ30も超えてきたと思うんで、そういう意味では福中斗選手のね、まあ、これからっていうのはね、もうかなり厳しいところはあると思うんですけど、だけど、やっぱ取り組み方がね、やっぱりこう、まっすぐだし、いい選手なんで、ぜひね、皆さんも福中斗チャンネルももちろんですけど、福中斗選手の、ね、試合もね、応援していただけたらなと思っております。というわけで、なんかちょっと褒めちゃって、ちょっと、なんかムカつくんですけど、福中斗選手とのスパーリング動画でした。この格闘技 TV 天水では、
こうやって空手のことももちろん取り上げていきますし、格闘技、MMA、キックボクシング、ボクシング、内陣とかね、ありとあらゆるね、格闘技を網羅していくチャンネルとなっておりますので、格闘技好きな方はぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。バイデン！この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。